8月4日のケリヒメスイーツ。なぜ昨日休んだのかというと、あれなんですよ、決してね忘れたわけじゃないんですよ。ただ単に意図的に寝床に早々に入っただけなんですよということで、まあね、なんだろう、イベントは変わりないんですけども、ゲリラボスとかとっとと倒しておかないとってあたりですね。あと2ゲージぐらいあったな。なんか助っ人 NPC ちょっと強めなやつとか欲しいな。エルビンって結局どうなんだろうね。相手を動けなくするから、いろんなボスに通用するとなれば、今後もさ、例えば襲来系とか、襲来のあの UFO とか、あっち系ね、強いやつ、ああいうのとかをさ、一旦抑えるだけでもだいぶいいからね。いや、ただ前の滞在の時のメリオダスみたいに、結局こっちのレベルが大したことないと、そもそも火力としてってところか。でもな、確定で止めるとかだったら強いんだよな。で、これはあのすごく確率が絞られてるって噂なんで、まあそのうち当たりますよ。何この剣士かっこいい、ジョニーじゃない偽ジョニー。グッズロと夏の気分を盛り上げるニューアイテム、なんかむしろこれちょっと欲しいな、可愛くてしかしな、プレミアムチケットはな、虎の子だからな、グッズスロットに回す気はなかなかない。グッズスロットとか回せる人ほんと富豪だよよし、じゃあちょっとね、余裕があるんでガチャっときましょう。知ってた。あ、でもリヴァイお掃除服、新しいドレスだ。能力すっ飛ばしちゃったから見れなかったけども、まあ、新しくね入る分には嬉しいですよと。進撃ステージもな、正直きっついあと7日、いくらさ、ね、期間増やしてくれても太刀打ちができないんですよ。つまりだ、今日やるところなくないかってな感じですけども、あ、ここのねアイテムをゲットしてないんで、今回でゲットしますよ。きっとゲットできる、そう信じれば、信じていればきっとゲットできる。ここはね、もう1個ここでの限定ドレスを取れちゃえばもうそれで済むんで、それでいいんで、それだけでいい。ホムラン悪魔、ほんとここは素敵。なぜって、とても楽だから。反射持ちが途中ねいるぐらいで、とても平和的にクリアすることができる。これね、反射持ちいるけども、でも悪魔ホムホム使っちゃう、自爆する。死なばもろともまだ死なない、これが俺の言っていたゴリ押しですよ。こっちが反射で死ぬ前に相手が先に死ぬ、捨て身タックル。でボスと、でまた反射持ちがいますけども、構わん多分死んじゃうかなこれだと。えい、お、生き残った。つまり俺の強さだとホムホムだけでいける、反射なんて関係ない。でもそんなの関係ねえと。 It doesn't matter だっけそんなの関係ねえを英語で表すと、あの小島よしおになんだっけ、お、ホラー手に入った、これだよね多分。なんか外人が、あ、ごめん、外国人って言わないとダメか、外人って言っちゃダメなんだよな単語って確か。そのドッキリ企画で、その英語で話しかけてどう対応できるかみたいな。で小島よしおね、英語ペラペラだからで、何やってる人ですかって言われて、ジャパニーズコメディアンって言って、なんかパフォーマンスしてくださいよってね英語で言われて、あのポーズをしながら、It doesn't matter って。でもそんなの関係ないと。お、52万の攻撃力持ってる司令官がいるから。で、ここでメガネホムホムを変えてちょっとでも火力を上げようっていうことをね、めんどくさいからしないのがいつもの俺ですよ。なぜしないと。分かっていながらなぜかしない。こういうね、ガバガバなところがいつもの俺ですよ。今日の蹴り姫だからな。今日のカーダでもあるから、ありのままの姿を見せなくちゃいけない。ここでね、格好つけるのは良くないと。いいね司令官、司令、俺でいいかな次。そい、隕石らしいの。先制術師の火力も随分あるんだけどさ、司令官はやっぱ火力魅力的だね。あー、やばいやばい
あ、もう俺死んだ？早くない？ちょっと相手が本気出してきたのか。じゃあせめてもので悪魔ホムホムで攻撃力も下げておこうだいぶ高いところに避難したな。高い 5% されど 5% 果たして効果のほどは分かりませんが、このターン値で下手するとこの司令官もやられちゃうな。いい感じにクリティカルも。司令官のいいところはどんなに吹き飛ばされようとちゃんと攻撃が当たるってとこだね。リサー撃って、明日あたりかなクリアできるとしたら。明日でいけるかなで、お、よくろ、あーなんでこった。チケットを使ってね、コンティニューしちゃうっていうのもありだけども、それだったら助っ人 NPC でね、サーカス団長とかいるようないいの引いてる時にやった方がいいかなと。ザク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 タイミングが合わなかった。最後の一発の時にうまいこと、これマイクに音入ってるかなピンってフィンガークラップで、なんかそういうゲームのさ、キャラクターの技結構あるよね。あのピンってやって、あの静止した時からピンで攻撃を加えるみたいな。 FF の召喚獣のシバーはもうそんな感じになった気がするな。それをねちょっと表現して、あのホムホムの悪魔ホムホムの最後の一発の時にってやりたかったんだけどもちょっとタイミング合わなかったと。よし、あと1ゲージとほんのちょっと。あれ今日いけそうな気がするぞと思うけども、無理しなくていいか。無理はしない。普段の俺はコンティニューをわざわざするかい？しない。普段の俺をありのままを見せるということで、今日はありのままでした。ということでまた明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。